はい、酒好きな新潟人の飲酒とか、今回は、またビールです。いやー、またね、いろいろ発売されましたよ。ビールがね、いろいろとまた発売されたんですけど。ですね、琥珀恵比寿の、クリスタルアンバーという。琥珀恵比寿は以前飲んだことあるんですけど、これのね、クリスタルアンバーっていう、なんか、バージョン多分別物だと思うんですけど、まあ、別個なんだ、と思うんです。アルコール度数 5.5%、麦芽 100% の生ビールです。限定醸造。琥珀恵比寿が出て10年ということらしいです。美しく、澄んだ琥珀色、過去アンバーの液色が特徴の琥珀恵比寿。クリスタル麦芽を、増量し、深いコクとまろやかな味わいにより一層磨きをかけました。だって。原材料が麦芽とホップ。だそうです。琥珀恵比寿か、まあ、恵比寿は安定のね、金色のやつが一番うまいんだけど。通常の。ね、琥珀色。それ、乾杯。うん。うん。うん。よくある、琥珀の、あの、味ですね。うん。なんかさ、第三のビールでもよく琥珀の赤とかさ、なんかそういう系さ、いろいろ出てるからさ。結構乱発してるよね。麦穂赤とか、麦とホップ赤とかさ、いろいろ出てますからね。まあ、第三のビールと比較するのも、まあ、おこがましいというかね。でも、結構、これを飲むと、やっぱ第三のビールってすげえなって思いますけどね。やっぱ味がね、やっぱかなり近い。うん、確かに生ビールの方がうまいんだけど、やっぱ第三のビールは、にしては結構、よくやってるよ。うん。麦芽 100% とクリスタル麦芽配合と、恵比寿酵母と長期熟成。飲料店で通年提供。アンバーピー。あ、通年提供してた。うん。うん。まあでも、あれ、なんだっけ、琥珀恵比寿。恵比寿前飲んだ、恵比寿なんだったっけ。深み味わう恵比寿か。これに比べたら美味しいですね。うん。多分。深み味わうエビスよかは琥珀エビスの方が美味しい。なんか似たりよったりな味なんですけど、やっぱ琥珀エビスの方が美味しいとは思いますね。多分、うん。なんか深み味わうエビスは大した味じゃなかった。とは思いますけど、うん、うん、うん、香りがやっぱり全然あれだね、こっちの方が香りが強い。
感じはありますけど。もっとまたね、いろいろね、ビール、いろいろ発売されまして、最近だと、札幌の麦とホップのね、コクの極みっていう、以前は、なんか、抽選でさ、検証に応募しないともらえないとかって言われてて、やつなんですけど、それも売ってました。買えましたけど。そもそも麦とホップの赤ですら、前はね、なんかそういう、検証みたいな、絶対飲める、当たるみたいな、だったんだけど、今じゃもう、ねえ、通年販売っていうか、通年じゃないけど、季節限定だけど、もう安定した販売になってますからね。やっぱそうだと思ったよ、俺も。わざわざさ、検証でさ、やってもさ、なんか、検証し、応募したやつがなんかバカを見る感じですよね。本当に。まあでも、チューハイはなかなか、あんまり新商品出ないですね。いや、出てはいるのか。でも結構最近はビールばっかだ。なんか。ビール。ブラウンベルグ、札幌ブラウンベルグ。麦とホップ、コクの極み。日本ピルス。あと麦とホップの東北バージョン。これまだ飲んでない。まあ、いろいろ飲んでないのがあるな。本当に。札幌だけでも結構飲んでないのがあるもん。最近発売された。日本ピルス。12月8日発売。また発売するのか。またすか。いや、多いね、本当に。結構毎日飲んでんだけど、全然なんか落ち着いていかない。追いつかない。最近そう関係ないんだけど、ウイスキーのね、まあ実際ウイスキーまだ飲んでないのもいろいろあるんですけど、紹介しきれないんだよね。ウイスキーのね、最近、またこれ買ったんですけど、ジョニーウォーカーレッドラベル。これがね、やっぱうまいな。これ1200円ぐらいで買えるんだけど、本当に美味しいよ。この価格帯の1000円ちょいで買える価格帯だと多分一番うまいんじゃないかな。個人的に。個人的に一番うまいと思います。スモーキーなね、
味が多分、1000円ぐらいの価格帯だと、一番スモーキーな。俺スモーキーなの好きなんで、うん。すごいするんで、ぜひ、ね、俺はおすすめです。夏はね、ハイボールにして飲むと、またね、スモーキーな味がね、広がります。うまいね。やっぱジョニー・ウォーカー、あれ、世界で一番売れてるウイスキーだよね、確かね。ジョニー・ウォーカーシリーズ。一番売れてるだけある。うまい。あとあれか。キリンだと富士山6も美味しいんですよ。結構キリン、ウイスキー、あれだな。うん。まあ、ジョニー・ウォーカーのね、ブラックラベルも飲んでみたいんだよね。前、ブラックラベルちゃうわ。ブラックラベルは飲んだんだ。ブラックブラックだっけ。ジョニー・ウォーカー、ブラックブラック。ブラックブラック、ダブルブラック、ブラックブラックちゃうわ。ダブルブラック。あれもちょっと飲んでみたいな。3000円ぐらい。フルボトルで3000円ぐらい、なんですけど。ちょっと高いですね。3000円ぐらいになるともう、ちょっと手が出ないぐらいの。個人的に、価格帯になってくるんですけど。まあ、やっぱね、ウイスキーがね、高いのはね、高い。確かに。うん。ただ、うん、やっぱさ、そのフルボトルさ、3000、4000出してさ、もしさ、うん?っていう味だったら、っていうことを考えると、ね、ちょっとね、なかなか手が、ね、出ないです。2000円ぐらいだったらなんとか買えるんだけど。でも、2000円のさ、ジョニー・ウォーカーブラックラベルあるでしょ?あれは、個人的に多分あんまり美味しくなかったわなぁと。あれ買うんだったら普通に、ジョニー・ウォーカーレッドラベル2本ぐらい買った方が良かったっすね。個人的になんかあんまり、確かにうまいはうまいんだけどさ。ただ2000円の価値があるかっつうと、多分あんまない部類です。同じ2000円だったら、あれか。ジャック・ダニエル買った方がいいっすかね。個人的には。ジャック・ダニエルも好きなんで。うん。でもそう考えると本当にジョニー・ウォーカーレッドラベルは本当に美味しいと思う。なんであんな1200円ぐらいで買えて、あのうまさだもんね。あのスモーキーさが、スモーキーな中で多分、1200円ぐらいの価格帯だと一番スモーキーだと思うね。まあ、時点で、次にスモーキーかなと思うのは、なんだっけ。なんだっけ。スコッチの、あれ、なんだったっけ?キリンじゃなかったっけ?キリン、アサヒか。あ、ホワイトホースね。ホワイトホースも結構、スモーキーな、キリンだった。キリンですね。ホワイトホースも結構ね、スモーキーなんです。で、しかも、ジョニー・ウォーカーとか安いんで、ジョニー・ウォーカーじゃ、若干、レッドラベルで、だけど、レッドラベルでも結構、若干高いんだよ。1000円で買えないからね。1200円ぐらいは最低するからね。ホワイトホース1000円切るぐらいで買えたりするパターンもあるからね。店によってはね。うん。ホワイトホースもね、結構スモーキーなんで、美味しいなと思ったんですけど。
でもやっぱレッドラベルの方が、ジョニー・ウォーカーがやっぱり異常なほど、ねえ、スモーキーだなと思いますね。本当に美味しい。特にね、ハイボールにするとね、すげえ、俺は好きなんですけど。ストレートで飲んでも美味しいし、ハイボールにしてもめちゃくちゃうまい。個人的にハイボールで一番うまいのはやっぱ、ジョニー・ウォーカーレッドラベルで作るハイボールが一番好きなんですけど。ああ、これか。まあまあまあ。まあ、主に、ウイスキーは、ストレートっていうよりは、だいたい水で割って、トワイスアップで、1対1の水割り。しかも常温でね。冷やすとあんま美味しくないんで。やっぱ常温で、常温の水で、常温のウイスキーを、1対1で割ると、美味しい。全然美味しいですね。昨日ちょっと、水で、トワイスアップでは飲んだんですけど、トワイスアップっていうか、冷やした水で、トワイスアップにして飲んだんですけど、やっぱり、冷やすとね、ウイスキーとか、まあ何でもそうなんですけど、特にウイスキーはやっぱり常温で飲まないと、全然香りの立ち具合とかが、全然違うから、なんか飲んでてもなんじゃこりゃってな感じです。やっぱ常温だよな。常温だとやっぱウイスキーは美味しいっすね。ロックで飲むのもまあ、ただロックだと香り立たないからね。あんまりよろしくない。4344です。ご視聴ありがとうございました。